エルシードッチ究極の選択、パートナーの変わった性癖を受け入れられる？じゃじゃん、パートナーの変わった性癖を受け入れられますか。2014年2月 LC 調べ女性154名に聞きました。1、はい、2、いいえ。パートナーの変わった性癖、変わった性癖、これ分かれるんじゃない？変わったってどのぐらい変わったなんだろうな。まあでも書くぐらいだから相当変わった、うん、どれレベルですね。まあだから自分が受け入れられない性癖ってことだよね、うん、相手が自分が思う変わった、だから SM レベルじゃないと思うよ。もっとってことだよ。もうちょっとじゃない？なるほど、いきますか。じゃあ、じゃあ皆さんもぜひコメントに書いてください。まあね、性癖にもよるっていうコメントも来てますが、そうですね、まあどうか受け入れられるかどうか。せーのでドン。おー、分かった、分かった、ついに別れた。私は2。なんで受け入れられないんですか？いや、私が今想像したことは受け入れられなかった。マジで？変わった性癖がね。だから例えるならば、うん、彼氏がエロビを見ています、うん。そのエロビがレマルクものだったりとか。何それ？レマルク。レマルクとか。金丸そうか。そういうものだったら、受け入れられない。られない。え？られないかも。ダメ。ダメかも。ダメ。ダメかな。ダメかな。それはだって、それ見るだけじゃなくて自分にも強要してくる可能性もありますもんね。そうだし、まあなんかそういう考えの人なのかなって思ったりだとか、すごい実はすごいド S だったとか、うん、もう考えられないですね、うん。最上級の S を考えてやった時に、やっぱ心底そうなんだろうなって思う。基本的に隠してる性癖って、うん、基本的にその人のものだし。そうだね。うん、大体そういう練り込みのパターンだったらすごい最低な人だったから。はいはいはい、はい。そういうのね。そうそう、もともとがね、奥さんを大事にしつつも、相手の浮気相手の人とかをもうすごいことにしちゃうとかね、いじめちゃうとかっていうのがあるから、絶対それは戻ってくるだろうなって思うから、嫌だ。嫌だ！うん。すごい好きなんだよ、でも。僕は完璧なんだよ。それで多分不幸になると思う。自分がね。そうか。どうですか？そんな意見がありましたけど。あれ変わる？何に変わるの？いやいや、変わらないですよ。だって、先生の言うこと聞いて。いや、だから一般的じゃないと前置きして申し上げますけど、はい、やっぱりこう、ネタが欲しいんですよ、常に。あもう、絶対そういう意味では、もう、これ以外の選択肢はないって。はぁ、確かに、一番のネタですもんね。うん、しかも、パートナーだと。毎日見れるんですよ。確かに。え、これ聞いていいか分かんないですけど、今までもこんなありえない性癖っていう、自分のじゃなくてもいいです。はい。こんなのありましたっていうのありますか？ありますね。何言えないでしょ。そんなに？結構。聞きたいんですけど、ネマルクみたいに丸つけるって言えませんか？それは割と普通じゃないですか。うわー、だってでも基本的に変わった性癖っていうのは、多分ね、言えないよ。パッと出るものは変わった性癖じゃないんだよ。そう、じゃないんだよ。聞いたりすることは。あ、じゃあ今、そうだよ、はい。それを聞いてから頭の中に思い浮かんだのがすごかった。うん、でしょ？何ですか？あれですよね。例えば、うん、ごめんなさい、汚いよ。ああ、うん。ああ、そうか。もっとそれはでもやっぱメニューの中にあるうちはまだ、うん、まだ、あ、そうか。お店のメニューとしてあったりね。はい、うん、そうか。多分、風船とかそういうこと、風船とかそういうこと。で、いや、まあもうだから、ね、多分もうね、喋れないね、多分これ以上は。そうかー、行きたいよ、うん、あ、そうか。うん、あ、でも、でも、ここまで、そこまでの手として聞いてはなかったかもしれないけど、我々がちょっと深く考えてるけど、多分、これ、聞いてるやつが、多分、うちらが思う、普通の AV のタイトルであるぐらいのことを聞いてたと思うんだけど、もううちは考えすぎた。ああ、もうダメだ、言えねえ。AV のタイトルないカテゴリーの。だって皆さんの意見をね、もう聞きますよ。はい。はいと答えた方が100人。家が36本。はいと答えた方はですね、昔、彼はストッキングを破くのが好きと言ってましたぐらいのレベルが入ってる。これ OK! それも彼の個性だからですか。むしろそのぐらい変わったくらいがちょっといいか、うん、そうだよ、いいえと答えた方は身の危険を感じるドアにもいる。この質問で分かるのはですね、ここのいいえと答えた人が我々と同じやつ
レベルの考えだね。でこの考え、思想によります、これは。思想によるね。でもこれやっぱね、具体的にこう、アバウトに聞いちゃうと、やっぱり人はね、こうストッキングやばくなった。笑っちゃう。笑っちゃう。笑っちゃう。なかったらこれは本当普通の人にノーマルだよ。ノーマルって思っちゃうよね。フリーって別にヒールとか履きながらとか、ね。そうだよ。うちはすごいですね。こう私に関してはもうこの身の危険を感じるが一番私はできない。そうだね。そうだね。マーコさんの想像も結構すごかったんだ。私殺される存在まで考えてたから、ね。だって変わった性癖って言うとはもうそこまで行くのかなっていうふうに、ね、思っちゃったり。見てるしね、漫画をね。漫画も見てるし、あと DVD とかね、もあるじゃない。そういう映画もあるじゃないですか。完全なる飼育みたいなね。ああ、はいはいはい。そっち系で考えちゃいました。そこまでそれがやっぱ変わったことなのかなと思う。ただ多少のストッキングとかね、そのぐらいのちょっと叩きたいってぐらいだったら、もう今の時代だとノーマルなのかなって。そうだね。今いろいろカテゴリーも分かれてますしね。情報社会じゃないですか、うん、やっぱり。もう今言っても恥ずかしくないみたいな感じですね。で、あとまあ、ジャンルとして確立してるしね。うん、そういう人。ネットをさ、探せばいっぱい友達もいるしね。うん、そうだよ。同じ趣味だっていう人がね、うん、どん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 強くなってくる。あ、でも結構みんな、ね、ストッキングは普通だと思うけど、とかね。ね、そうです。ほら、よく言いますよ。シシがよくない。そうなの、うん、よく破くの面白いね。さあ男性の皆さん、この番組は皆さんのアンケートをもとに作られております。男心を教えてください。ラブリサーチのアンケートはこちらからというところを今から出しますので、はい、今出ますね、上。はい、どこに増えたんですよ、うん、素晴らしい、いいこと言った。アンケートをぜひ答えてください。はい、登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチ。